もう一度差し込んでください。うん、そう。今度こうするんだ。ここ。はい。
合わせ目でいったからね。そう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 。そうやったからね。はい。
ってからね。そうしないと、まあ、いやいや、一人積んだらすごく安い。おじさんのさ、それ一回ね、これからさ、3番目のさ、これ。あれ、あなたと、終わりか。あのな、早ーなんて。おじさんとそれとか、なんとか、どこの場で勘言でいいか、あっさりいいんですよ。はい、さっと。そのうちの中ダメや。でもさ、2、3回は過ぎた。それだけやっていいんだよ、それ。もっとゆっくりな。やっていいんだけど、あそこさえ行けたら、3分そろえるっちゃすっぺ。だって最初から。前をこう、そろえるっちゃすっぺ。だから、その、あすのけいくね、近隣まで一層、みんこでこうね、りりな。だから、あの、あれくらいはね、やっぱりこういうふうにこう出したら、こう。でこの方にこう沈んできてから、このこっちを。並んでから。ね。並んでから、こうやって。上を下がるから。安いね、今ね。安い。安い。下がれないんだ。なんか、そうそうそう。これでもし、こうなってさ。そこ、向かいやってるじゃん。向かいに。上をこう出すんだよ。いや、こいつは走るっちゃ。こいつは走る。前だろ。前を走るっちゅうのまで。まだだかと思ってThank you.
それで、あの、22日午後7時半から、あの、リハーサルをしたいと、いうことに言うすき。7時半からね。どうですか、こんな新作で演じてみて。なんかまだ無我夢中でね。でも大体はもうセリフの方は。セリフの方はね、そう覚えたような気がするんですけどね、なんかな、うん、気がするけども、その時なんだけちょっとね。怖いみたいな。内容的にはどうですか。いいですよね、内容はね。うん、やってて泣けるんじゃない。うん、そうですね。なんとなく自分の時にね。神楽、どのぐらいになりますか、ね、6年、5年、6年かな、はい。どうですか、こうやって6年間、どんな魅力感じますか。そうですね、誰も、なんていうのかな、どんな魅力って言われても、やっぱ好きだからね、なんとなく、うん、魅力って言えばそうですね、あんまりほら、みんながやらないでしょ、うん、ね、その中で、なんか意味が、だいぶ。根が好きだから見るのも好きだけどね、見るのが好きなんだけど私は。でも仕上がり状態どうですか、さあと2週間足らずですか。うん、大丈夫だとは思うけどね、うん、今回のその内容で、まあ、こうなんとか演じてて感動するところはどこですか。あ、漂白文読むところですね。まあ、今度ね、新作で皆さん注目されてると思うんですけど、その辺なんか意識されます。そうですね、うん、だから上がって突っ込めばいいなと思うんだけど、うんうん、まだと遠くじゃあるから、うん、そうですね。
立派です。うまいですね。